はい、帝国になりましたので始めさせていただきます2023年度公開講座どうなるどうする日露関係の第5回でございます私本日司会を務めさせていただく北海道大学スラブユーラシア研究センターの服部でございますよろしくお願いいたします本日はですね日露関係の現在位置安倍プーチン交渉が残したものというテーマで 朝日新聞の小牧昭雄さんにご講演をいただきます、えー、でまあ一連のですね全7回のこの公開講座、まあ、日露関係の中でもですね、まあ、本日は一番肝になる回と言っていいんじゃないでしょうか、えー、もちろんあの全ての回が重要なんですけれどもこの「どうする日露関係」という問いにですね、まあ、一番、えーまあえー、それが問われているのがまさにこの「 日露外交の分野でありまして、えー、本日はですね、えー、モスクワでの駐在経験も非常に豊富で、えー、プーチン体制とです、ね、日露関係を最もつぶさに見,つ、えー、見続けてきたジャーナリストである小牧さんに、えー、解説をいただくということになります。で、えー、小牧さんは非常にご活躍ですので、 あのテレビであの見たり、ですねあのご存知の方ももちろん多いと思いますが、えー、安倍・プーチン外交に関しては、このようなですね、えー、安倍 VS プーチンという本を、これ2020年でしたかね、にあの出しておられまして、まあ、いわばあのこの安倍・プーチン外交に関する決定版のような本なんですけれども、えーまあ、ただあ、その後ですね、 えー、安倍さん自身がまあ亡くなってしまってで、ただその後出た資料もあると、でさらに、まあ、ウクライナで戦争が始まってしまって、ですね全くの状況がさらに難しくなったということで、えー、今回はですねこの安倍 VS プーチンの、えー、この中身だけではなくて、その後のですねいろんな情報とか動き、 をを交えてあの話ををあの伺えて話伺るものと思いますで全体の進行について、えー、ご説明しますと、えー、本日のレジュメはあのチャットボックスから、えー、ズームのです、ね、チャットボックスからダウンロードできるようになっておりますのでご利用ください。で全体で,です、ねえー、18時から20時までの2時間を予定しておりまして、えー、最初の1時間半ほど、えー、小牧さんに ご講演をいただいて、その後5分間ほど休憩を挟みまして、でまあ最後の2、30分ぐらいを、えー、質疑応答に当てたいと思います。で、ご質問はですね、会場の皆さんはお手元の用紙に、えー、お書きいただければ係のものが回収いたします。で、オンラインの皆様はあ Zoom のですね Q&A の箇所に、えー、ご記入いただければと思います。 であの早めにあの書いていただいた方がおそらく目に留まるあの確率は上がると思いますし、えー、読み上げる都合書をですねなるべく簡潔かつ端的にあの書いていただけると取り上げやすいかと思います。であの本日もちろんあの日露外交というテーマなんですけどあの小牧さんは、まあえー、ずっとですねこのロシアにロシア報道に携わっている。 第一線のジャーナリストですので、まあ、この際、この機会に小牧さんにこんなことも聞いてみたいというようなです、ね、あのいろんなことあると思いますので、あの日露外交に限らず、あのご質問をです、ね、お寄せいただければ、あの可能な範囲で小牧さん、お答えいただけると思いますので、あのご遠慮なくお寄せいただければと思いまますすでではは早速小牧さんにおお渡ししししたたいいいいと思それよろく願ます。 はい、えー、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。えー、小牧です、えー。今日はよろしくお願いいたします。えー、と早速ですが画面共有してですね資料を使いながらお話し,したいと思います。少々お待ちください。えっ、ー、と見えますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは、えー、続けさせていただきます。 はいえー、簡単に自己紹介をさせていただきます、えー、1966年に三鷹で生まれまして、えー、ロシアとの縁というのは、えー、第二外国語大学の第二外国語でロシア語を勉強しました、えー、ですので、えー、あまりロシアのです、ね、地域研究であるとか歴史だとか文学とかを専門的にあの勉強したということではありません。 で1990年3月に初めての海外旅行で当時まだソ連という国がありましてソ連に行きました写っている写真はその時に撮影したものでちょうどほぼ1ヶ月ぐらい前でしたかねあのモスクワというかソ連で初めてのマクドナルドがオープンしたばかりの頃でその写真を撮りました、えー、冷たい雨の中ですね非常に長い行列を作って、えー、皆さん、えー、宝物のようにですね買ったあ ハンバーガーを胸に抱いて出ていくという様子が非常に強く印象に残っているんですがご承知のように去年のウクライナ侵攻でロシアからマクドナルドは全て撤退したということでこの30年のですね時の流れというのを感じた次第ですで朝日新聞社に入りましてモスクワでロシア語の勉強を1年させていただき その後政治部やあるいはモスクワ支局員支局長としてかなり長いこと日露交渉、最初はま橋本エリチンと言われた時から始まって最近の安倍プーチンまでフォローするという機会に恵まれております。では早速話の中に入っていきたいと思います。まずですねあの安倍プーチン本日の主題ですけれども。 それに入る前にですね、あの現状をちょっと見てみたいと思います。まあ、よくソ連崩壊後最悪ということが言われるわけですけれども、あと、の、井、ー、先生からも最初の回にご紹介があったりしたようにです、ね、まあ、制裁というと経済的なものが、えー、主眼になるわけですけれども、それ以外、幅広く政治分野への影響が広がっております。で3月7日にですね まああのにまあ、ロシアが日本を、まあ、そのほかのです、ね、ロシアに対してえ制裁を加えた国々とともにですね非友好国に指定するとおその直後にですねえロシアが平和条約交渉から離脱するあるいはビザなし交流を停止するそして、まあ、安倍・プーチン合意でえ始めようということでえ交渉を積み重ねていたえ共同経済活動交渉を中止しますということを発表します。 ただ、まああの、後ほど詳しく申し上げますがこの平和条約交渉からの離脱と、まあ、見えを切ったわけですけれどもえ交渉が実態として、えー、その行われていたのかどうかというのは極めて怪しいという実態があったということは留意する必要があろうかと思います。 そして4月になると、ですねこれはのブチャの虐殺を受けて、他の主な G7 等に足並みを揃える形で、日本政府がロシア大使館員が8人、一部通商代表部の方もいたようですけれども、国外退去処分にすると、これを受けてロシアが報復として同じく8人を、日本の外交官8人を国外退去処分にすると。 でさらに5月4日になりますと、日本の国会議員の一部、それから大学教授、新聞社幹部、その他ジャーナリスト等63人にですね、無期限の入国禁止処分というものを発表いたしました。そして6月7日には、北方領土周辺海域の安全商業の枠組み協定というのがあるわけですが、その履行停止を発表。と、えー、ということで これはあの90年代にです、ねまあ、橋本エリ本英ンの交渉が進んでいるさなかに、まあ、いわゆる信頼醸成措置の一環ということもあってです、ね、北方四島、つまりロシアは自国の領土、領海であると主張している海域で日本の漁船が合法的にというか、まあ、あのロシアから、えー、取締りを受けることなく操業するという合意ができたわけです。 実際にはあの打砲されたりという例もあるわけですけれども曲がりなりにも積み重ねられてきたそういう現場での取り組みというものの履行停止ということが行われたわけです7月15日になるとさらに衆議院議員384人に無期限の入国禁止処分というものが出ましたさらに今年になりましてあのロシアの,あの北方領土にの入 旧島民の皆さんなんかで作っている千島ハブバイ諸島居住者連盟というものを好ましくない組織ということでロシア検察が指定すると。であの先ほど申し上げたようにビザなし交流が停止されたわけですけれども一応、さんという枠組みはあの形の上ではまだ実現していないですけれども、まあ、人道的措置ということだと思うんですけれども残されているわけですが。 そういうものが仮に今後再開されるようなことがあったとしても居住者連盟旧島民の方が行けるのかというような状況が作られてしまったということです。そしてあの今年6月24日にですね9月3日これはあの日本のまあ幸福文書への署名の翌日ですけれども第二次世界大戦終結の日という位置づけだったものをですね 軍国主義日本に対する勝利と第二大戦終結の日に解消するということが行われました、まあ、この要するにその軍国主義日本第次世界大戦での敗戦国というか侵略者側という位置づけを非常にこう強調するようになってきているということですでプーチン大統領は今年10月5日のですねバルダイ会議というのがあるわけですけれども こちらで,です、ね、私たちがごめんなさい、日本に制裁したのではなくて、ロシアが窓を閉じ日本が窓を閉じたんだと、もしもあなた方が今後、今が台湾の時だと考え、イニシアチブを取るのであれば、それは否定するものではないということで、これは日本側に先ほど申し上げたような、ソ連崩壊後、最悪と言われる状況にした責任は日本側にあると。 いう見解を示しておりますであの注目されるのはですねそれと機を同じくして中国北朝鮮との連携を非常にこう強めているとで北朝鮮といいますと2006年10月に初めての核実験をやるわけですけれどもそこに至る過程では非常にロシアも北朝鮮のそうしたミサイル発射だとか 核開発というものには厳しい姿勢を取っておりましたしたがって今あるような国連安保理の決議が中国もロシアも賛成する形で成立して北朝鮮に対する制裁であるとかミサイル発射あるいは人工衛星の発射の禁止ということが安保理で決議されてきたわけです。しかし、まあ、先日あの先日金正恩氏がウラジオストックでロシア側から歓待を受けましたが それを受けて北朝鮮に行ったラブロフ外相はです、ね、日本の軍国主義やアメリカの覇権主義というのは全く消えていないというような発言をするあるいは今後、安保理で北朝鮮に対する制裁が議論されたらロシアは拒否権を行使するというようなことも言っておりますで、えー、アメリカ、日本、韓国のアジア太平洋あるいは朝鮮半島での軍事活動の増大を懸念しているという立場で 中国、北朝鮮と足並みを揃えるというか、すり寄るという姿勢を示しています。その一例としてです、ね、例えば10月16日に日本産水産物の金融を発表、中国に追随する形で、まあ、福島からの処理水の海洋放出を受けて、えー、ロシアではです、ね、ほとんどこれ、問題になってません、中国と違ってですね。 中国に足並みを揃えるとあるいはあのロシア外務省がですね秋の例大祭の靖国神社参拝を断固非難するというような発表をロシア外務省が発表していますこれもですねこういう春と秋の例大祭についてこういう反応するというのはこれまでなかったことですということで非常にその中国北朝鮮に配慮を示すという外交姿勢が鮮明になりつつあるというのが現状です でここから本題なんですが、えー、やはりその大きくですね、何が安倍首相の外交で変わったかといいますと、えー、やはりその4党返還という旗を、まあ、下ろすわけですね。えー、そして、歯、え、舞、ー、し子たん二党、つまり1956年の日ソ共同宣言で約束された二党、えー、だけでいいという姿勢に、まああの、国民の目にははっきり触れない形で、 大きく火事を切ったこれが2018年から始まった、えー、対ロ外交だったとということで,すでまあそれについて先ほどご紹介いただいたあ本にも書いたんですけれどもその後ですね「えー、安倍晋三回顧録」という本が今年の2月に出まして、えー、生前の安倍晋三首相に36時間のインタビューをー重ねたものの記録と。 えいうことで、えー、かなり日朝外交についても、まあ、赤裸々に語っている部分がありますので、それも踏まえて、えー、改めて、えー、この間の外交というものは何だったのかということを、本日は整理してお話ししたいというふうに思っております。で、えー、ちなみにですね、この本の監修を務めている北村茂さんという方はですね、日朝交渉での、えー、安倍首相の密誌として、まあ、あの、 金というですね、対外情報庁の長官とのパイプを作っていたというようなことも、この本で明らかになっております。で、まず2018年ですけども、えー、これ2018年の9月、ウラジオストップの東方経済フォーラム、これはまあ、アジア太平洋地域に主眼を置いて、えー、諸外国からの投資を呼び込もうと、えー、6月に大体サンクトペテルブルクで経済フォーラムを大規模にやるわけですね。これはまあ えー、日本ももちろん参加してますけども、まあ、主として西側に向かった、えー、ヨーロッパに向けた窓を開こうという催しだとすると、えー、アジア代表に向けて、えー、窓を開きましょうと、経済的な結びつきを強めていきましょうという、えー、プーチン大統領の肝入りで、えー、行われているフォーラムがあるわけですね。で、安倍首相は毎年のように参加していたわけですが、その中で、まあ、あの2018年の9月にですね、 かなりの爆弾発言が飛び出すわけですで平和条約を締結しようと年末までにということを言うわけですね2018年9月ですから3か月もないとで一切の前提条件をつけないとでその平和条約を基礎に全ての係争中の問題の解決に取り組もう70年間解決できなかった問題の解決が要因になると考えると。 で条約の中に問題解決を目指すということを書き込めると、私はいつの日かそれができると確信しているということを言います。で要はこの問題というのは当然のことですけれども、日本とロシアの間の領土問題、日本から言うと北方領土問題、これがまあ平和条約のおに盛り込まれるべきだと、おつまり1956年の日ソ共同宣言で国交はすでに回復されていると。 えー、外交関係は正常化している、その他のお戦後賠償等の問題も解決していると、唯一残された問題が領土問題であって、それが解決できれば平和条約を結べるというのは日本の長年の一貫した立場だったわけですけれども、この一切の前提条件をつけないでというのはくせ者で、要するに領土問題は先送りして、まあ、平和条約を結んじゃおうと、その方が問題、領土問題の解決もやりやすくなるんじゃないかというのが、 プーチン大統領の発言でしたでそれは仮に結んだとしても日本側からすると平和条約の何値しない何か別のものということですね何か友好を高らかにうかい上げたり協力関係を盛り込んだとしても領土問題が解決しない以上それを平和条約と呼ぶことはできないというのは日本側の立場ですのでかなりの癖玉と、えー、言ってよかったと思います。 でなぜこれ突然こんなことをプーチン大統領が言い出したのかと、えー、いうことですけれども、えー、これ、服部先生も初回の講義の中でちょっと触れられてたと思うんですけれども、えー、私の見るところ、かなりこの直前にですね、安倍首相がプーチン大統領を挑発するような発言をしてしまっていたと。でこれ相かまあ、もちろん安倍首相は平和条約締結、それももちろん。 領土問題を解決して平和条約を結ぶということで精力的にプーチン大統領との会談を重ねていたわけですけれどもこの東方経済フォーラムの基調演説の中でですねえたくさんの聴衆を承認として今やらないでいつやるのか我々はやらないで他の誰がやるのかと、平和条約締結に向かう私たちの歩みにご支援をいただきたいと思いますということでまあ聴衆を巻き込む形ででこの時はあの習近平氏も壇上にいてですね 中国からのデレゲーションも会場にいっぱいいたわけですね。そういうのを人たちを前にして調子を巻き込む形で日露平和条約を結ぼうということをプーチン大統領に呼びかけるとある、あるいはさらに一番下に書いてありますけれども、日本からのロシアへの経済協力の実績を誇る中で、ですねロシアと日本が力を合,合わせると、ロシアの人々は健康になりますと。 ロシアの都市は快適になるとロシアの中小企業はぐっと効率を良くするというようなことも言ってました。で、これ聞いたときに、私はですね、やはりこれ、かなりロシアをムッとさせるんじゃないかと、直感的に思ったわけですね、つまり、かなりこう上から目線な発言なわけですね。言葉を変えると、日本が協力しないと、ロシアは不健康で、都市はえ快適ではなく、中小企業の効率はよろしくないと言ってるようなもんなので、まあ、そういう、しかもその、 えー、二国間の問題をですねそのいろんな国のデレゲーションがいる中で聴衆を巻き込む形でプーチン大統領に呼びかけたことへ対する意志返しとして、まあ、分かったと、そんなに条約を結びたいっていうんであれば一切の前提条件をつけないで、つまり平和、あの領土問題解決しないでもいいので、条約を結んじゃおうじゃないかと。えー、で その発言に対してです、ねあの、聴衆のから拍手がわけですね、まあ、主にロシアの人たちだったと思いますけれどもで、私はお願いせずにも拍手をもらったということを言うわけですね、これは安倍さんが、えー、拍手を聴衆に促したということに対する、まあ、皮肉というか、そういうふうに受け止められたわけです。でまあ、なんというかあの、ケツをまくって、領土問題はもういいから平和条約結んじゃおうと。 ということをプーチン大統領が言い出したということで、ああ、ずいぶんこう挑発して、えー、やぶへびになっちゃったなというのが当時の率直な感想だったわけですけれども、安倍首相はそうは考えなかったということですね、まあ、安倍首相およびその支えるスタッフ、まあ、これも後で話に出てきますけれども、外務省ではない官邸で、えーまあ、影響力を持っていた経産省を中心とするスタッフの考え方でもあったと思うんですけれども、 平和条約をやろうといったことは事実だと。で、日本が領土問題を解決しなきゃいけないという立場はちゃんと述べていると。で、11月12月に予定されている首脳会談は重要になるということを言うわけです。これが9月14日、東北経済フォーラム直後の日本記者クラブでの記者会見での安倍首相の発言です。ところが、この年のバルダイ会議でですね、プーチン大統領ははっきりと自分の言う平和条約っていうのは、 領土問題の解決を含まないんだということを説明するわけですね。で、島の問題解決なしに平和条約を結んだとしても、歴史のゴミ箱に捨てるわけではないと、おお70年話し合いして行き詰まっている。だから、まず平和条約を結んで信頼のレベルを上げましょうと。とで、ここでやはりその我々え日本側が考える。平和条約とは違うものがプーチン大統領による平和条約だということを明らかにするわけですけども。 しかし安倍首相はその後もお、まあ、突き進んでいくというかこれをチャンスと捉えて、えー、打開をできるんではないかやってやろうという外交を進めます。で、えー、先ほど紹介した回想録の中にですね、プーチンが踏み込んできたので思い切って勝負しようと思ったということを言っています、えー。しかし、あれが踏み込んできたのかというと大いに疑問があると。棚上げ論ではないかと。 思うわけですねしかしここで日ソ共同宣言の原点に戻ろうとしたわけですつまり2党での決着を目指そうとしたと、まあ、安倍首相はその事実について例えば北海道新聞の長期連載の中でやったインタビューなんかでも事実上認めてるわけですけどもこの回想録ではかなりはっきりともう2党に舵を切ったということを赤裸々に語っておりますでその中で外務省は4党にこだわっていたので 先ほど申し上げた北村内閣情報官から成井資金対外情報庁長官に事前に話をしたということを言っています。で、プーチンにはしっかり日本側の考えは届いていました。つまり、歯本石交換でこの際勝負しようと、で北村成井資金ラインで外務省を外す形で交渉を進めたということです。そこで迎えたのが11月のシンガポールでの日露首脳会談。 ということでしたで会談を終えた後ですね安倍首相はですね次の世代に作り送りすることなく私とプーチン大統領の手で必ずや終止符を打つという決意を決意というか意思でしたね大統領と共有したとそして1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることで合意したということを言うわけです。 でここででまた違和感があるわけですね。仮にそういう歴史的な合意をプーチン大統領としたのであれば本来であれば2人で,です、ね、並んで記者会見してそれを日露双方の国民に対して説明するというのがまあ普通だと思うんですけれどもこれは安倍さんが1人で日本側の記者同行記者の前に出てきてこういうことを言ったということでした。 でちなみにです、ね、強い意志をとか、えー、自分たちの手で終止席を打つということは、プーチン大統領はこの後も一度も言っておりません、えー、自分の口からは全くそういうことは言っていない、えー、安倍さんはかなり繰り返すんですけれども、おまあ、かなり一方通行というような形での決意、意思ということになったわけです。 でプーチン大統領は、ですね、この翌日に、ですね、えーその、締めくくり、まああの、国際会議の中での首脳会談でしたので、えー、その締めくくりに、えー、記者会見をロシアメディアを対象にして、その中で、まあ、当然聞かれるわけですね、安倍首相と何があったのかと。で、56年宣言には、南の2島をソ連が引き渡す用意があると書かれているが、どんな根拠で誰の主権の下に置くかは書かれていないと。 これ実はですねあの、これをプーチン大統領が初めて言ったのは2004年12月23日なんですね、えー。そのことをまた繰り返している、つまり、えー、確かに1956年宣言には平和条約締結後にソ連が日本にハボマイ都市たんを引き渡すと書かれているんですが、えー、主権を引き渡すとは。 言っていないんだという非常にこれ無理がある主張なんですけれども、えー、ロシアの、えー、国際法の学者とか日ロ関係の学者に聞いてもいやそれはそう通らないでしょうと、えー、引き渡すって言ったら普通はそれはあの日本の領土になるということだという解釈なんですがそうとは限らないんだという姿勢をプーチン大統領は2004年以降を取っておりましてそれをこのシンガポールの記者会見の後でも言ってるわけですね。 えー、つまり、非常にこう、日本とロシアの立場は隔たったままであるということが、この段階で分かるわけです。で、ま,あ、ますます悲観的に私などはなるわけですけれども、えー、しかもですねあの、プーチン大統領はかなりこう、えーまあ罠にはめたと、ここに書いてありますけれども、 うんまあ、プーチン大統領、実はこの1956年、第9項、そらんじて言えるほど熟知していまして、いろいろ研究しているとかつて自分はあのこの条文を検討したことがあるということを言ったこともあるという中でですね、安倍さんの回想録によると、えー、合意内容についてですね、日ソ共同宣言のプロセスを完成させるために交渉を継続するという内容にしましょうということを安倍総理は プーチン大統領に提案したとするとプーチンはプロセスを完成させるという概念はロシア語にはないと言い出したとこれ回想録に書いてありますプロセスを完成させるという概念がロシア語にはないっていうのはどうも首をひねらざるを得なくてですねそういうことを言おうと思えばいくらでも言えると思うんですがまあ、とにかくプーチン大統領はプロセスを完成させるために交渉するという表現には何を示したということですね でえー、長年私のロシア語通訳を詰めている城野さんが、えー、国に相談したと。で起訴ならば日朝で同意になるというので起訴、えー、という言葉に落ち着くのですとこれがあの安倍首相の回想録に出てきます。で要はあ安倍さんが用意した当初案では日朝共同宣言のプロセスを完成させるための交渉を加速すると。 これは実際はプーチン大統領が合意しなかったために、日ソ共同宣言を基礎として交渉を加速するということになったんだよという、この内容のです、ね、重要性を安倍さんが分かっているのかというと、どうも回想録を読む限り、そういう感じはしないわけですね。でもう一回、1956年の日ソ共同宣言を見るとです、ね、歯舞群島および思考担当を日本国に引き渡すことにソ連は同意すると。 ただし、これらの諸島は平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとするとで、プロセスが完成させるということになると、この現実に引き渡されるというところまで進むとどういう概念になろうかと思うんですね。でそれを避けるために、あえてプ、えーチン大統領はプロセスを完成させるという言葉を嫌ったのではないか。 基礎として交渉を加速するということであれば、プーチン大統領が先ほど紹介したように、引き渡すけれども主権をどこに置くか決まっていないと、それは平和条約締結後に交渉することなんだということに、あまり矛盾しないということが、プーチン大統領からすると言えることができるわけですよね。で、非常にこういう、どういう言葉で合意を発表するかというのは、 まあ非常に機微に関わることですので、普通であれば、こういう首脳交渉には外務省の国際法局長、あるいは条約課長という人が同行していて、当時も同行していたのかもしれませんが、そこで細かく文面を詰めて、解釈、歴史的経緯、これまでの合意との整合性、さまざま検討した上で発表文を合意として発表するんですが。 えー、通訳官に相談して決めたということを安倍さんは回想録で言ってるわけです。でこれはやはりですねあの外務省が外されていたということの一つの、えー、調査ではないかなというふうに私は思うわけです。でまあ,あ結果としてプーチン大統領の罠にはまってしまったんではないかということですね。で続いてですね、えー、安倍総理が11月12月の首脳会談は 重要になるといったブエノスアイレスでの日露首脳会談ですね、このときにはあの、まあ、具体的な交渉というのはほとんどなくて、今後の交渉責任者を、まあ、ワーキンググループのようなものですけれども、作りましょうと、でその交渉責任者は河野外相とラブロフ外相にしましょうと。 で実際の交渉を積み重ねていくのは、森外務審議官とモルグロフ外務次官を交渉担当者ということで合意しました。ですが、あの首脳間で合意してると安倍総理は言ったんですけど、先ほど申し上げたように全然合意してないわけですね。中身については全く合意してない、つまり平和条約が何を意味するのかと、それは領土問題の解決を含むのか、含まないのかという見解に。 非常に大きな隔たりがある中で、その下のです、ね、外務省レベルの交渉を重、ね、いくら重ねたところで歩み寄れるはずがないと、えー、プーチン大統領が2党を日本に引き渡すと、最終的には引き渡す,引き渡すとで、そういうゴールに向けて、今、ま、あの何らかの合意を、まあ、達成せよということを。 ラブロフ外相に例えば指示したとすれば、交渉というのは煮詰まっていくわけですけれども、全くそうではない中で、交渉の枠組みだけできてしまったというのが、えー、ブエノスアイレスでの、えー、首脳会談だったと思います。で、えー、この頃のことについて、えー、ところが安倍さんは先ほどの回想録でですね、えー、ブエノスアイレスでの会談では、6月の G20 首脳会談での 合意を目指すすといいう考えでで一致していたのです、えー、この時が安倍政権の中で日露が最も近づいた時だった二党返還の合意に向けたチャンスだったのですまあここで二党返還ということを明示的に安倍首相はあ、えー、まあ認めているわけですけれども、えー、しかし、えーね、2019年にいざ交渉が始まるとラブロフとモールグロフは協議、えー、をぶち壊していくわけですという認識なわけですが しかしです、ね、あのまあ、当然のことですが、ロシアの権力構造の中で、外相や外務次官が大統領の決定や支持をぶち壊すという権限は、これはないわけですね。えー、ウクライナ侵攻を見てもです、ね、例えば、まあ、外務省、ロシア外務省はです、ねあの、おととしのウクレから、えー、ロシア軍があウクライナ国境に集結した後もですも、ね、これはあただの演習なんだと。演習が終われれればそれぞれのお 中東地に引き上げると、まあこれあの外務省は繰り返し言っていました。しかし、まあ今は、えー、全くそのことはなかったかのように自分たちの信仰の正当性をおかなり無理がある国際法の解釈でこれは国連憲章に違反していないんだというような主張をするわけですね。これがまあロシア外務省の置かれている立場なわけですね。えー、プーチン大統領が示した大方針をどうやってその 国際法上問題がないという体裁で無理があるとしても説明するかというのが外務省の置かれている立場であって、えー、平和条約締結のような根本的な問題で、えー、外あの大統領の意向に逆らってですね協議をぶち壊すような力はラブロフには、もちろん、ましてやモルグロフにはそういうものは全くないということですね。で先ほどど申し上げたよううに主権を引き渡すかどうか というのは、今後の協議次第だというのは、ある種、プーチン大統領のキーワードなわけですが、それが全く変わっていないのになぜ安倍首相は大阪で6月に合意できると考えたのかと、やはりその、これまでの経緯を知っていて、そのプーチン大統領の言葉の意味するところ、その、どこに落とし穴があるのかというのを てていいいるる人をやはり遠ざけけたという,ふうに思えるわけですで、えー、当時はです、ね、あの2党返還に、えー、踏み切ったということを一切、まあまあ、あのメディアはそういうふうに応じたんで国民の印象は違うかもしれませんけども、えー、公式には全く認めなかったわけですね。で、まあ、有名な公務の太郎外務大臣の記者会見ラブロフ外務大臣はです、ね、ロシアのこれまでの立場を繰り返すわけです。 で別にそれはあのプーチン大統領に逆らってるわけではないわけですね、えー。平和条約を締結するということは、第二次世界大戦の結果を認めるということだ。これは、まあえー、別の言葉で言えば、えー占領した、ソ連が占領したところはロシ,アのソ連のロシアの領土になったと、その結果を認めるということが平和条約なんだという見解を繰り返すわけです。でそれに対して、えー、日本側の見解を求められたコンタロ外相は、次の質問どうぞ。 4連発という形で異様な記者会見をが行われる。で、これあの、よく言われるのがです、ね、日本側は手の内を見せてはいけないということを言うわけですが、えー、記者会見とかで外交交渉の中身をしゃべることによって、えー、手の内を明かしてはいけないという説明をされることがあるんですが、えー、話が初めから違っていて、安倍首相は2党で行こうということをロシア側に。 伝えてるわけですねだから手の内もくそもカードはもうすでにロシア側にさらしているとで、そのカードを日本国内には隠しているという意味で、非常にねじれた、もちろん一時的にですねあの国民に、まあ、説明できない、あるいは機微に触れると,ところについては、えー、説明が後になるということはないわけではないと思うんですけれども。 まあロシアに向けてそれだけこう大きなカードを切りつつ国民に向けて国会に向けて全く説明しない交渉というのはやはり異様なものであったというしかないと思います。で、えー、安倍さんはですね2019年に交渉が始まるとラブロフとモールグロフが協議をぶち壊すと言ってるわけですが2018年にすでに交渉の破綻が明らかになります、えー。これはプーチン大統領自身の発言でそういうことになるわけです。 で2018年12月20日にですね、まあ、年末恒例の大規模な記者会見というものが行われるわけですがその中で、まあ、日本の共同通信の質問に答える形でですね、えー、島の返還後の北方四島に米軍基地が置かれる可能性について、えー、ロシア側が心配しているんじゃないかという質問があるわけです。後でで触れれれるようにこれにこついてててはロシアがかねね懸念を示してきたわけです、ね、それが平和条約締結の 障害にならないのかという質問に対してプーチン大統領は次のように述べます。この種の問題について日本がどれほどの主権を有しているのか分からないと、まあ、要はアメリカの言いなりじゃないかということですねこれ翻訳するとでその証拠にみんなが反対しているのに沖縄は基地があのどんどん計画が進んでいくとでさらに決定的なことに平和条約を締結した後に何が起きるのか我々は知らないと。 しかし、この問いへの答えがないまま、いかなる重大な決定をすることも極めて困難だと。これはもう平和条約う、少なくとも領土問題を解決した上での平和条約という日本側の主張に沿った形での平和条約は現状では締結できないと言っている、明明白々に言っているわけですね、えー。つまり基地問題について日本は主権を持っていないと、アメリカの言いなりだと。 そういう中で平和条約を結んだところで何が起きるのか分からないそんな状況では重大な決定はできないということをでに2018年の段階でプーチン大統領は言っているわけです。で、えー、このプーチン大統領のこう発言には伏線がありまして、えー、回想録の中で、えーあのーまあ、シンガポールのです、ね、会談でこのことについて プーチン大統領に説明したということを安倍,総理は、えー、安倍元総理は明かしています。で、ロシアはよく米軍は日本のどこにでも基地を置くことができるから北方領土を返還したら米軍がミサイル基地を置くんじゃないかと言っていましたと、これはロシア側からたびたびそういう懸念が伝えられていたということを安倍総理もお認めているわけですね。でそこで私は、えー、私とトランプの極めて良好な関係を考えれば、仮に私とウラジーミルの間で、 米軍基地を北方領土に置かないと、えー、約束してもトランプが怒ることはないでしょうと言って説得したのです。で、この時はプーチンも分かりやすい問題ないと納得してくれていました。しかし、まあ、この先の発言を見ると納得全くしてないわけですね。日本がどの程度主権を有しているのか分からない。えー、この問いへの答えはないと。とまずそのの意味でこの納得 まあ分かりやすいって言ったのは、多分本心で、安倍さんのそういう思考回路が分かりやすいと言ったんじゃないかと思うんですけれども、まずトランプ大統領との個人的な考えで、米軍基地を北方領土に置かないと約束したとしても、ロシアがそれを信用するかということですよね、ロシアじゃなくてもそうですね、これ。トランプ大統領がいつまでも大統領の座にあるわけではない、ましてその条約の日米安保条約、あるいはその日米地位協定。 といったものの解釈について、えー、それをこれまでの解釈と大幅に変えることについて、えー、トランプ大統領との良好な関係が担保になるかというと、これは普通はならない。しかも、おトランプ大統領とこの手の話をしたという,う話はですね、えー、ないわけですよね。で、本当にこれで、えー、プーチン大統領が納得したと思ったんだとすれば、 かなり交渉の姿勢として危ういということは言わざるを得ないんだろうと思います。で、年が明けると、まあ、あの、安倍総理の階層の通り、非常にこう強硬な姿勢が次々にやけやかになっていくわけです。で、えー、例えばですね、あの、ロシアの仕事始めの1月9日にですね。ロシア外務省が光月駐露大使を外務省に呼び出しまして、抗議をいたしました。 で、一つ、まあ、要するに日本の指導者が最近、けしからん発信をしているということですね。それで三つ挙げるわけです。一つは、島に住むロシア人に日本に帰属が変わることへ理解を得る必要があると。これは安倍総理が年と記者会見で言った発言です。それから二つ目、日本は戦後ロシアの占領に対する賠償請求を取り下げることを、まあ、そういう方針を決めたと。あるいはそういう検討を始めたと。これは、あの、安倍総理の発言ではなくて、読売新聞の えー、報道ですで、えー、もう一つ、2019年は平和条約交渉の転機の年となると、えー、この3つ、これはですね、あのー、3つ目はあの年明けに安倍首相が地元の山口のですね、えー、お父さんの安倍晋太郎さんのお墓参りをした時のお記者の取材に対する発言ですこれを3つを挙げて、猛、えー、然とおモルグロフ外務次官が批判します。でこれは首脳官合意の本質を歪め 日本側のシナリオを押し付けようとしているという批判でした。で、まあ、あの首脳間合意について、たやの首脳があ、まあ、批判するのは分かるんですけども、えー、モルグロフ外務次官、まあ、日本でいうと局長級ですけども、があの非常にこう、お激怒した、まあ、口汚いと言ってもいいような批判をするわけですね。これ逆の立場で言うと えー、森外務審議官がプーチン大統領の発言をロシア側のシナリオを押し付けようとしていると批判するみたいなもので、まあ、対称性を欠いているというか、まあ、日本、本当に日本と協力して前に進んでいこうという姿勢ではないんじゃないかなという当時のモルグロフ外務次官の抗議ということでしたでさらにこの直後1月14日にです、ね、第1回外相交渉というのが行われて ラブロフ外相と河野外相の会談が行われるわけですけどもその後の記者会見はバラバラに行われましたでその直前のロシア国営テレビがですねさっき言った3点セットを挙げて安倍首相を批判するような番組もやっていましたでラブロフ外相は私たちの間には本質的な見解の相違あるとで島の主権の問題は議論されないと念を示したと北方領土という表記を我々は容認することはできないと。 あるいはミサイル防衛配備がロシアと中国へのリスクであるということで中国への配慮も示すと。で河野外相は、まあえー、意見が一致しないところももちろんあるが双方が一致する部分を見つけていかなくてはならないということで事、まあ、実上決裂と。ただこれはさあの繰り返し申し上げているように事前に分かっていたこれまでのロシアの主張をダブルフ外相は、まあ、ちょっとにトゲのある言い方ですけれども繰り返したに過ぎないと。 いうことだったわけですでさらにプーチン大統領本人がですね1月22日にモスクワで、えー、安倍総理と会うわけですけれどもその後の記者会見でこの先には骨の折れる作業があると解決策は両国の世論にしされるものではならないということで、まあ、プーチン大統領はラブロ,ほどラブロフ外相ほどとげのある言い方ではないんですけれどもそう簡単に解決できないという姿勢を明らかにするわけです。 この両国の世論に支持されるものではならないという、この直後、直後というか、1ヶ月後ですかね、2月になって、これはもう明らかに政府の指示で、政府系の世論調査センターが4党で世論調査を実施するわけですね。で、これはもう、全有権者を対象とする、事実上の住民投票と言ってもいいような大規模な調査でした。しかも、その調査をやっている様子を、 ロシア国営テレビが大々的に報道するわけですね。で、これはやはりそのロシア国民向けに島を返すようなことはないとこういうことをです、ね、国内向けに宣伝する、安心させる、そういう意味合いがある政治的な世論調査だったと思います。でもちろん,、うん、島を引き渡すべきではないという回答が4島住民の96%を占めると。 ちなみにです、ね、2014年にクリミア半島ロシアが、えー、併合するときにも住民投票をやってまして、このときもほぼ95%と、えー、が、えー、ロシアへの帰属外を望んでいるという、あのこれは鍵格好付きの住民投票ですけど、そういう結果をロシアは発表しております。そのことを想起するときに、これはもう,もう返す気は全くないと、それを示すための、えー、いわゆる世論調査であると、えー、いうことが、 明らかになるわけですさらに3月になりますとプーチン大統領が、えーまあ、あるシンポジウムの非公開セッションで述べたことというものをこうロシアの新聞が、えー、報じます、まあ、プーチン大統領の、えー、側近と、まあ、記者の中では、えー、非常に近い関係と言われるコレスニコフという,うオメルサントという新聞の記者ですけども彼が、えー、長文の記事を書いてその中で えー、プーチン大統領は非公開の場で交渉の店舗は、えー、失われたと。で、再び基地問題に触れて、安倍首相は引き渡しの後の島に基地を置かないと、置かせないと約束したが、その手段を持っていない。つまり約束したことはやはり事実だったわけですね。ここは符合するわけですね、えー。基地は置かせないと。弁基地は、北方四島が四島というか二島ですね二。二島が日本に帰ってきても基地を置かせないと。安倍総理は言ってたけども、その手段を持っていない。で、本当に。 基地を置かせないためには日米安保化の離脱が必要だということを言うわけです。で、ま,あ、まさにもう大阪の G20 での日露首脳会談での合意というのはあ完全に、まあ、あ目論見はついるということになるわけです、えー。で、実はですね、しかし首相官邸がどういうシナリオを思い描いていたのかと。 ということはですね、まあ、おそらく首相官邸筋から、えー、メディアに、まあ、リークといいますか説明された、えー、今後のシナリオというものが当時の報道を見るとお分かるわけですね。で12月のブエナスアイレスの首脳会談を前に、まあ、あた先ほど申し上げたようにラブロフ外相と河野外相をトップとする協議の枠組みというのが、えー、で合意するわけですけども予想メンバーというのが事前にいろいろ報道されました。 でその時報道されたのは、日本側から谷地国家安全保障局長、秋葉外務次官、ロシア側からはウシャコフ大統領補佐官、パトロフ首フ安全保障会議書記、えー、という名前が、えー、上がっておりました。でこれあの、興味深いことにラブロフの名前は入ってこない、え河野外相の名前は入ってこない、で彼らが交渉しても前進はないということは、首相官邸は分かってたわけですね、特にラブロフに関していると。 本当であればラブロフを外したかったと、だけどロシア側が受け入れなかったという交渉がこれから透けて見えるということですね。から1月の先ほど紹介した、ちょろっと紹介したモスクワでの日朝首脳会談を前に NHK の報道であったことですけれども、この首脳会談では平和条約の条文作成作業の開始を確認し、 6月に大枠合意を目指す方針とで、毎日新聞も6月の大筋合意を目指し、首相が再度放浪することも調整しているとで、いずれも全くその通りにはならなかったわけですけれども、えーまあ、こういう,う道筋を少なくとも首脳官邸の、首相官邸のかなりのハイレベルの人たちは考えていたと、えー、いうことですね。たただしし先ほど申し上げたようにその 平和条約に領土こう、公主、領土問題の解決、まあ、言ってみればどこに国境線を引くかというところの合意がないのに条文の作成作業というのはできるはずもないというのが実態だったわけです。で、えー、再び回想録よりですけれども、2019年にぶち壊すというのは先ほどもご紹介したんですけれども、ロシア側は交渉の前提として、まず第二次世界大戦の結果、北方四島は、 あごめんなさい文字が間違えてますね、正当に、えー、ロシア領になったと認めろと言ってきたとお。これがですね、2019年になって言い出したことではないわけです。えー、これは、えー、先ほどあの、主権を渡すあの、56年宣言では主権を渡すとは書いてないということを、えー、プーチン大統領が言い出したのは2004年12月と申し上げましたが、北方四島は正当にロシア領になったというのを認めろということは、2005年の9月27日にプーチン大統領は 言っておりますそれ以来ずっとその立場です。ということでこれもやはり何というか過去の経緯をあままりに踏まえていないな感想と言わざるを得ないといとうことですでよくその先ほどの,あの交渉メンバーの想定顔ぶれに浮かぶようにロシアの大統領府はやる気だけど外務省に阻まれているというようなことを安倍首相はじめ日本側では言う人がいるわけですけれども。 例えば2018年5月にですね大統領府があの発表した報道発表資料にはですね日朝平和条約の内容というのはこういうものでなきゃいかんということが書いてあるわけですね。これは報道向けの説明資料なんですけれどもえ第2次大戦の結果、南クリルがヤルタ合意やポツダム宣言に基づいて我が国に移されたことの合法性を日本がはっきりと認めるということが疑う余地なく定式されたものではならない。シンンガポーールの会談後もプーチン大統領が 安倍首相との差しの会談を終えた後お真っ先に説明したのが、えー、ウシャコフ大統領の大統領府の大統領補佐官そしてラブロフ外相の2人ということで大統領府と外務省に温度差はないわけですね。で、えー、平和条約っていうものはあ、まあ、北方四島に限らずマ島列島全体あるいはサハリン南部ですけれども。 えー、それまで日本領だったものをソ連領に移ったことについて、えー、それは全く合法的なものであったということを日本が認めるのは平和条約だと、えー、いうことは、えー、2005年以降のロシア側は上から下まで大統領府から外務省までそういう立場であったと、えー、いうことです。で大阪の G20、今あの、ここで、えー、原則合意ということを目指していた。あ えー、首脳会談ですけれどもあの当然のように何も起きなかったでそれを前にしたプーチン大統領のお記者団とのやり取りで、えー、今度の訪日で安倍首相との会談で何を期待,期待しているのかという言葉あの質問に対して対話を継続することだと答えましたそして、えー、南クリルのロシアの旗を下ろすのかという質問に対してそのような計画はないということを答えました。で えーまあ、あのこの後ご紹介する2016年の長戸での首脳会談もそうなんですが基本的にあのプーチン大統領は、えー、外国を訪問する前にですね、えー、その訪問先のメディアに記者会見をするということが非常に多いわけですね。で、えー、長戸に行く前には日本テレビと読売新聞が、えー、インタビューしているわけですけれどもこの時の大阪 G20 の特攻 本日の前には日本メディアとはインタビューをしないで、フィナンシャル・タイムズとインタビューして、まあ、要は G20 に行くんだと、日本との交渉に行くんではないという,う姿勢をそこでも示す、あるいは日本メディアとインタビューしたところで、えー、平和条約問題ばっかり聞かれると、えー、別にいろいろ答えもできないと、前向きなあ会見の内容にならないということで、それも避けるという判断をプーチン大統領はしたわけです。 でえー、6月29日に一応、首脳会談はあするわけですけども、まあ、全くう何の、えー、前進もないということで、日本側はプレス発表というのをお配るわけですけども、えー、これは何としても何か紙の成果を作りたいという日本側が、えー、ロシア側に頼み込んで、こういう紙を配らせてくれとお言って、えー、合意を、まあ、同意をつ取り付けたものだと。 いうことですねこれはの北海道新聞の、えー、検証連載なんかでもその点に触れられております。で、えー、しかもご丁寧なことにですね、この時あのープーチン大統領と安倍首相の会見場でこの紙がまかれるわけですけども、ロシア語でも同じ文章がまかれましたが、それは日本側が作ったものでした。えー、したがって、えー、こののののプレス発表というのはロシアの大統領府の ホームページにも出てませんし、外務省のホームページにも出ていないと。日本側の文章ということでした。で、プーチン大統領は記者会見で、老日関係を質的に新しい水準に引き上げるための綿密な作業がこの先必要だということで、要は、まだそういうブレイクスルーを図るような信頼関係に達していない、日常関係はそういう水準に達していないと。プーチン大統領はよく言うんですが、 中国との間ではそういう関係ができたので非常にソ連時代から軍事衝突の舞台にもなった中ロ国境の問題を解決できたということを言いますが日本との関係はその水準に達していないというのがこの時の言い分でした。でまあ,あの分かったことはですね安倍首相は1956年宣言を基礎に交渉を加速するとこれは2党返還なんだという理解ですけれども。 プーチン大統領は主権を渡すとは書いていない。平和条約というのは、まあ、4党をロシア領と確定し、その後つまり第二次世界大戦の結果を確定するのが平和条約だと。で、その後ロシア側の行為で歯マえシコタンについては、日本側に引き渡す用意があると、用意があるというのはプーチン大統領の言い方ですけれども、用意があると。だけども、主権を渡すかどうかはその後の交渉次第だと。 平和条約というのはあくまで4党をロシア領だと確定することだというのは原則的な立場です。で2018年の9月に言ったのはそういうこともなしにしてとりあえず平和条約を結びましょうという発言だったわけでこのもともとのロシアの立場つまり4党をロシア領と確定するという立場からするとお、まあ、あれでもプーチン大統領からしては譲歩だったと言えるのかもしれません。でえー、安倍首相はあ 自分とプーチン大統領の手で必ずや終止章を打つという強い意志を共有したといいますがえプーチン大統領は一夜にして解決できると考えない幼稚であると長い綿密な作業が必要であるとつまり安倍首相と自分の間手で終止章を打つとこういうことが、えー、最初に申し上げたようにプーチン大統領は一度も行ったことはないということでここでもすれ違っているということでしたで、えー、まああのー 1> 1つ,の前提条件つまり4党が合法にロシア領となった事実を認めろと、あるいは日米安保条約へのロシアの懸念を払拭せよというところが前提条件として突きつけられる形で、まあ、あの2018年から19年の交渉というのはまあ終わるわけですけれども、しかしこれは繰り返し申し上げているように、初めて、交渉の結果、初めて分かったことではなくて、えー、交渉の前から分かっていたと。 ずっとロシアは一貫して少なくとも2005年以降はそういう立場だったということで、えー、あったということですね。で、これがまあ2018年から19年にかけての交渉、まあ、ちょっと身も蓋もない言い方が多かったかもしれませんが、えー、要するに2005年以降のロシアの立場を確認することに終わってしまったということです。 でその前にちょっと遡って、2016年、えー、いわゆる12月に長門に、えー、プーチン大統領が訪れるわけですけれども、確かにこの年、えー、非常に、あのー、首脳交渉が活発に行われて、えー、一旦大きな盛り上がりを見せるわけです、えー。私などは当時取材していて、ひょっとして2党返還を、この時に腹を固めたので盛り上がったんじゃないかと思っていたんですが、えー、結果的に2党ということは当時は言っておらず、 まあこれまでの路線の中での打開の模索というのがこの2016年の交渉だったとういうことになります。で、美しき誤解ということを書いたわけですけども、まずですね、これも回想録から引用しますと、こ今年の5月にですね、措、え、置、ー、に安倍首相は行って、 でそ,そこの訪問、日露首脳会談から2016年のプロセスというのが始まるわけですが、えー、というのも2014年のクリミア占領、あるいは東部への介入、ウクライナ東部への介入以降、首脳同士の会談というのはできなかったわけですね。で安倍首相はソチのオリンピックの開会式には行きましたが、その後、お会えていなかった、その中で、えー、訪問すると。お いうことに踏み切った、まあ、あの国際会議の場なんかでの顔合わせはあったと思うんですけれども、場合での会談というのがなかった中で、えー、そこに踏み切っていくわけです。で、えー、2016年の3月に、うん訪米したときに、プーチンに措置で会うということを伝えると、オバマは私があなたの立場だったら行かないとおかなり不快感をおオバマ大統領から伝えられた。で、私は行きますとお言いましたと。 でオバマは怒ったらしい、外交当局からも反対された、これは当時、外務省からもあで取材していてです、ね、非常に厳しく、うーまあ、ある外交官は、まるでアメリカは命令するかのように安倍首相を行かせるなと言ってきましたという証言を私は聞いていますが、そういう中で、アメリカの意向を振り切る形で、ソ、え、チ、ー、への訪問というのを安倍首相は見切るわけです。でこれはです、ねえー、非常にプーチン大統領の 心をくすすぐるわけですねでプーチン大統領は公の場で次のように言っています。えー、これは4月ですね、あの6えー、5月に、えー、あの措置を訪れるわけですけど、その前に、えー、米国からの圧力にもかかわらず、私たちの日本の友人は環境を維持しようとしているようだ。従って、日本の首相のロシア訪問を私たちは歓迎する。で、平和条約交渉について妥協策はいつか見つけることが可能だし、見つけることになるだろうと。非常に 前ののめりの発言をするわけですそれはやはり、えーまあ、この時プーチン大統領に限らず、ロシアの日本専門家からはです、ね、初めて日本にアメリカの言いなりにならない首相が登場したという言葉を聞かされました。まあ、かなり、えー、そこには誤解があると思うわけですけれども、しかし、その美しい誤解で、プーチン大統領は安倍首相を高く評価するとういうことになるわけです。 でえー、この2016年5月6日、えー、措置で日朝首脳会談が行われるわけですけれども、えー、安倍首相はです、ね、新しいアプローチで進めていきたいと、でえー、その基本的な考えにプ、えーチン大統領も合意したということで、当時は新しいアプローチということが、まあ、流行語といいますか、えー、日朝関係を取材している、あるいは専門家の間では、新しいアプローチと、一体何だと。 いうこととでで随分と注目を集めたわけですしかしです、ねあの、このこ葉ばはプーチン大統領も合意したと安倍総理は当時言ったんですけども11月19日にリマで,です、ね、これはエピックだったかなあの首脳会談リマで安倍総理とプーチン大統領が会った後の首脳会談で記者会見で私がプーチン大統領に新しいアプローチって何ですかと。 で何が古いアプローチなんですかと質問したところ、何が古くて何が新しいのか私は知らないということで、えー、これもちょっと驚いたわけですけれども、えー、半年間にわたって安倍総理は新しいアプローチということを繰り返すわけですけれども、えー、プーチン大統領はその言葉あるいはそれにかけた意気込みを受け止めていた様子はないと。で本当に新しいアプローチつまり まあ色々憶測すするわけですねその中にはひょっとして2党でいきましょうって言ったんじゃないかと、えー、それであれば新しいアプローチだと、少なくともこれまでの交渉とは大きく変えたアプローチということをプーチン大統領に伝えたんではないかということで、我々わは強い関心を抱いたわけですけれども、どうもそういうことではなかったということですね。 で結局、何だったのかというと、まあ、経済協力で、えー、ロシア側の姿勢を和らげようということだったと言っていいと思います。で、ソチの会談で8項目の経済協力プランというのを、えー、ロシア側にプーチン大統領に提案します。で、これはあの最初にご紹介したあの2018年の9月の安倍首相のです、ねまあ、ちょっと軽率な発言の中身。 の元がここにあるわけですねつまり、えー、健康寿命の慎重、快適清潔で住みやすく活動しやすい都市づくり、中小企業交流、エネルギーからロシアの生産性向上、極東、生産技術、人的交流の,交流の拡大で。これについてはですねプーチン大統領もあるいはロシアの当局者も非常にまあ好感を持って受け止めたわけですえ。というのも、もちろんその内容がロシア側のニーズに合致していた。そそのの辺はその 日本側のお、まあ、事前の調査というか、研究がそれなりにまあ的をいていたということもありますし、何より2014年のクリミアあ併合、それからウクライナ東部での戦闘というもので、日本もささやかではあるけれども、G7 の一員として、えー、経済制裁をしていたわけですね、ロシアに対して。 しかし、その協力経済協力をするという提案をしたということで、えー、これは日本は、まあ、経済制裁から、まあ、おそらく離脱すると、事実上離脱するという期待をロシアは持ったんじゃないかと思います。さらに、9月にはです、ね、ロシア経済分野協力担当大臣という大臣ポストを新設して、 これはあの特定の国を対象にした経済案件を扱う大臣ポストというのは初めてのことだったわけですけれども、えー、世耕経産大臣が兼務するという人事も9月に行っております。で、えーまあ、対しあの経済制裁している相手の国に対して経済影響力担当大臣を作るという、まあ、かなり型破りな決定をするわけですね。そういうことで、まあ、ロシア側のと平和条約交渉の打開を探ろうと。 いうのが、まあ、結局のところは新しいアプローチだったのかなということであります。えー、で、まあ、そういうその普通であればです、ね、この経済制裁やっている相手に経済協力担当大臣を置くというのは、まあ、なかなか、えー、できないというか、しないのがまあ普通、常識的な国の姿勢だと思うんですけれども、えー、繰り返し示唆してきたように、やはりこの官邸のです、ね、外務省主導の外交から、えー 安倍総理が4党、ねえー、返還にこだわっているということで、別の外務省には頼らない外交を進めようとしたという背景があります。で、ここにお示ししている写真はです、ね、ちょっとあと2017年、2016年のプロセスの翌日で、まああ、北方領土の共同経済活動なんかがまあ日常間の話題になっていた時期の時間級協議ですけれども。 外務省からです、ね、秋葉外務審議官が、えーまあ、団長として、えー、モルグロフ外務次官、ロシア側の団長と握手しているところにです、ねえー、経産省出身の長谷川補佐官がです、ね、割って入って、自分も握手しろということで、えー、写真の右のように結局、3人で握手をするわけですね。でモルグロフ氏は若干こう、あっけに取られたような表情を見せるわけですけれども。 まあなんというか、日本側に外務省のヘッドと、経産省というか、首相官邸というか、経産省が非常に影響力を持つ首相官邸の代表という2人が、日本側のトップに立つと、それを両方と握手を強いられるモルグロフは、そういうことを、日本側の状況は分かってるのかというと、多分あまり分かってなかったんじゃないかと思うわけですけれども、かなりこうえ不思議な光景が繰り広げられた。 でえー、これは首相秘書官として、えー、非常に大きな影響力を振るった今井さんですね、経産省出身ですけれども、えー、の回想です。<laughs> これは文藝真珠に、えー、出ているものですけれども、あっきり言って外務省は北方領土問題を前に進めるアイデアを持っていません。僕には彼らが不法選挙だとただ騒いで、自身の数年間の任期を終えているようにしか思えません。 外務省はそれでいいかもしれませんが、安倍さんは領土問題を解決して平和条約を結ぶことをプーチン大統領に宣言しているんですから、総理秘書官として必死になるのは当たり前でしょうということで、まあ、これまで繰り返したように、これまでの経緯とか、あのあのロシア側のこう思惑う、何を彼らは気にしているのかということを、もちろん僕自身、外務省がすべて表に出て、えー これはできませんあれはできませんとか、これはこの時はプーチン大統領はこう言ってましたとか言って、全部止めるというのが正しいとは全く思わないんですけれども、しかし、えー、あまりにそういうものを軽視して、えー、突き進んでいく、えー、外交の目が、この発言の中には、えー、見えるということかと思います。で、実際にですね、えー、先ほど言ったように2016年の5月に新しいアプローチということを安倍首相は言い出すわけですけれども、 その内容についていろんな報道がされます。で、えー、2つ例を挙げますと、えー、北方領土に共同統治案、これ日系の記事ですね、日露ともに主権行使、12月市の会談で協議されると、クナシティエトルフなどで共に主権を行使するという案が、えー、出ているということをこ日系が報じます。共同通信右側ですね、北方領土安保条約の適用外に。 これはあの先ほどら言っているその北方領土に米軍基地あるいはその米軍の拠点レーダーとかあるいはミサイルのインフラとかそういうものを置かせないために北方領土を日米安保条約の適用対象外とする案が検討されているという報道があります。で、えー、こちらについては手続きは安倍首相が内外へ表明する案が有力。条約をを改定して例外を設けることは アメリカの同意が得られないとして選択肢には入れていないと、つまり安倍首相が一方的に内外に、北方領土には米軍基地は置かせませんと、日米安保条約の適用対象外にしますと宣言するという案ですが、これ、いずれも極めて非現実的で妄想レベルというか、ですね共に主権を行使する、じゃあそこで防衛は誰が担うのか。 仮に、じゃあ,あの、入域、あるいは、えー、手続きは、じゃあ誰がやるのか、そこで事件が起きたときに、どちらの法律を適用して誰が裁くのか、えー、税金はどうやって決めて、誰に納めて、どう使うのか、と、えー、いうことで、ほとんどそういうことを詰めていくと、それだけでおそらく10年以上の時間がかかるようなあ案かと思います。 そして右側の日米安保条約の適用対象外というのも、これもまた非現実的で、ですねえまあアメリカ、一方の条約の締結国であるアメリカが納得するわけがないと。仮にそんなことができるのであれば、アメリカが一方的に尖閣領土は適用条約の適用対象外にしますと言われたところで、日本が反論できなくなってしまうということで、外務省からは絶対に出てこない案。 検討されていたということで、えー、外務省が外されていたという一つのまあ謀賞、えー、というか、えー、なんとなくこう計算しようらしい発想が透けて見えるという,いう案かなと思います、えー、で、えーまあ、2016年プーチン大統領が非常にこう安倍首相がソチに来たことを高く評価するんですけれども 結局はまあ実らない、えー、ウラジオストックで行われた9月の首脳会談の時には、えー、具体的な道筋が見えてきたということを安倍首相は会談後に言うわけですけれども、これもなぜそこまであの高く評価したというか、道筋が見えるという確信を総理があの安倍首相が抱いたのかというのは、今一つよくわからないところではあります。まあ、2018年の時と繰り返しという感じはあるんですけれども。 でえー、11月に今での首脳会談ではそう簡単な課題ではないということで大幅にトーンダウンすると。えー、で、その直前にどうもプーチンあのその会談でプーチン大統領があの米軍基地の問題を持ち出したんではないかと、えー、いうことが当時の朝日新聞の検証記事に出ているところであります。で、えーまあ あの先ほど結論申し上げたように長門では結局何も起きなかったわけですけども注目されるのがです、ねえー、訪問前夜日本テレビと読売新聞のインタビューを受けて、えー、かなり厳しい言葉をこの時にはプーチン大統領はすでに言うようになっていたとこうアメリカの言いなりにならないことへの評価ということはすでに姿を消してしまって、えー、例えば日本が追っている同盟上の義務の枠組みの中で 日本がどのの程度独立で決定を下せるのかあるいは日本との間にいかなる領土問題もないと考えていると。でこの前段の同盟上の義務っていうことについて言うとその2018年から19年にかけても、えー、主権を行使できるのかとか安倍首相は約束したけどもそれを実現する手段がないとかそういうああのプーチン大統領の発言に通じるものがこの時すでに出ているということですね。 でえー、さらに詳しく、うまあ、あの長門での会談の翌日、東京に場所を移して行ったあ共同記者会見でえ、プーチン大統領は、えウラジオストピアスの北方向には2つのな大きな海軍基地があり、えー、すみません、艦船の字が間違ってます。我々の艦船が太平洋に出ていくが、こうした分野で何が起きるのかを理解しなければならない。これは前回、あの小泉悠先生が、えー、この領域でのです、ね、潜水艦を中心とする核戦力の配備。 いわゆる聖域のように使って、えー、アメリカからの核攻撃があった場合にも、その核攻撃、反撃の能力を維持する、その重要な、えー、地域がオホーツク海であると、それを念頭に置いた発言をプーチン大統領はこの時にしているわけです。で、結局、この時合意されたのが、いわゆる4島での共同経済活動ということでした。 でえー、ただ発表文もです、ね、日本側、エトロフクナシリシコタン、ハボマイにおける共同決体活動ということだったんですけど、ロシア側は南クリル諸島におけるという発表で、共同発表ではなしに、それぞれのプレス向け声明という形になりました。ロシア側は南クリル、つまり4島を並べ、あの列挙して言及するということを、動い文書の中で行うことを拒むようになって これも2005年以降のロシア側の一貫した姿勢であります。で、共同経済活動についても、安倍首相は特別な制度を作り、つまり、日本とロシアが互いの立場を害さない、ロシアはそこはロシアの領土だと言っていて、日本は日本の領土だと言っているけれども、その双方の顔を立てられるような形で、日本がそこに入っていくと。 一緒に住んで、一緒に働くということを説明しているわけですけれども、会談の途中ですでにウシャコフ大統領補佐官は、ロシアの法律に基づいて実施されるということを言います。プーチン大統領はさらに、サハリン州と北海道の住民の自由な往来について提案したと。つまり、これは 4, 4島が特別な地域ではないと、サハリン州全体が対象になるということを示唆する発言で、 日本は、あそこはまあ本来、日本の領土なんで、4島において適、えー、用される制度でなくてはいけないと、サハリン州に、えー、でも適用できるような制度であるならば、それは別にその4島だけが特別という,う日本の立場、えー、と相いれなくなってしまう。それがまあ日本側の,おあの共同経済活動についての理解なわけですけども、プーチン大統領はそれを十分に知りながら、サハリン州ということを言うと。 これを認めると4党がサハリン州の一部だということを認めるということになってしまうので、これ、なかなか実現不可能になっていくということです。つまり、長門の時点ですでに共同経済活動の先行きには暗雲が漂っていたということです。で、この時もですね、経産省の OB と外務省の OB が対立していまして、えー、先ほど紹介した文言春秋の中での今井秘書官の回想では、 八千さんが一番対立したのは北方領土での共同経済活動ですでもあの時も2人で話して最後は分かり合ってきたつもりですということを言っておりますで実は共同経済活動、まあ、詳しい方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれどもエリツイン政権時代に何回も浮上した経緯があります特に1998年11月モスクワで行われた小口エリツイン会談の合意では国境確定委員会と共同経済活動委員会というのを立ち上げて まあ、ウニの養殖とかですね、えー、そういうその漁業に近い部分で何かできないかということを検討したんですけども、結果的には実現できなくて、えー立ちえー、スタートできなかったと、そういう経緯を、まあ、外務省側は熟知しているので、そう簡単じゃないですよと、うん、いうことを言っていたと、それに対して、まあ、今井秘書官があ反発したという対立があったあということですね。 でまあ、共同経済活動、その、まあ、合意があったんで,です、ね、まあ、観光のツアーをやってみたりとかです、ね、ゴ、え、ミ、ー、処理について何かできないかという調査団を派遣したりしたんですけれども、えー、2021年になって、ついに北方四島に進出する企業の関税や所得税を減免する案というのをミシュン首相が発表して、要するにこれ日本が、日本だけではないと、えー、南クリルに投資する、もちろんロシアの法律を適用しますと。 で対象となるのは日本だけではない、韓国や中国も大歓迎という案を出すことに及んで、共同経済活動というのはもう事実上頓挫するとこういうことになりました。でもちろん、戦争が始まっていこうというのは、まあ、全くそういう話が再開されるという様子はなくなってしまった。で、えー、安倍首相はですね、一貫してそのお、なぜロシアに前のめになったかということについて、中国を意識していたということを、 まあ回想録でも言っております、えー、本当の脅威はあ中国であるとで、多くの懸案を抱えている中大陸関係を大きく改善する必要があると思ったのです、えー、しかしプーチン中国の問題を措置でもその後の首脳会談でもプーチンに相当な時間を割いて話したのですがプーチンの真意は見えませんでした彼は米国の批判はするけれども中国については慎重でした、えー、私は中国は不良ですよと言っても ロシアは目標だから、両仲間を大切にするという感覚なのかなと思いました。まあ、この辺りの感覚も、なんとなく先ほどご紹介したように、トランプがいいと言えばいいんだというようなものに若干こう近いような権力感覚がにじむ安倍さんの階層かなというふうに思います。ところが、この中ロ理観論に対してロシアはものすごく激しく反発しています。一例を挙げますと これ2018 9年ですね1年,年から19年にかけての交渉の非常にこう最盛期と言っていいんですが、ワ、え、イ、ー、克行当時、自民党総裁外交特別補佐その後、いろんな事件がありましたけれども当時は安倍総理の側近ということでアメリカで講演して。 日露平和条約交渉を進めるのは台頭する中国の脅威に日露が共同で対処する意味があるんだという発言をいたします。でこれに対して1月14日先ほど河野外相と非常にあのトゲトゲしい外相会談があったわけですけどもその時の記者会見で反論しています非常に腹立たしい言い分だと今日このことそのことについて最大限はっきりと日本側に伝えたと。 で私たちはそのような主張を受け入れることはできないと極めて強く警告した。えつまりそのお、中国に対するロシアの配慮、これもあのお小泉先生のお非常に大きなテーマだったと思うんですけども、え心の底では信用できない、えー、敵対する可能性がある、極めて、えー、注意、公、え、表、ー、する相手だと思っているんですが、えー、それだけにことを構えることはできないと。えー、非常ににましててや日本と一緒になって中国包囲網を 作るそこに加わるみたいなことを中国に見せるということに対しては非常に強い警戒感があるとその微妙さというものをやはり日本は少なくともこの交渉を担当した人たちはあまり分かっていなかった中路はどうせ仲悪いというまあ割とそういうざっくりという議論というのは私もよく聞くわけですけども そういう感覚で、えー、かなり進んでいたようにも思います。で、一方でですね、えー、ロシアも安倍首相に幻想、まあ、を抱いていたんだろうと思います。それはあの、オバマ大統領の政治を振り切って、えー、措置に行ったというところがまあ象徴的なんですけれども、実はあの岸田首相があの今年の3月にですね、キーウを訪問したときに、 えー、ある論評の記事がですね、アコポフという、いろいろ他にもあの興味深い論評を書く人なんですけれども、えー、彼が、えー、配信した論評がありますで。米国に完全に依存しつつも、日本は近年は自立を強めようとしていたと。中国、北朝鮮、韓国といった隣国との関係が悪い地域で、日本がより安心を感じるために必要なロシアとの関係改善もその一つだ。 問題意識というものはそこにあったと言っていいと思うんです。で、従ってもちろんロシアとの和解の試みは安倍氏の個性と結びついていた。え残念ながら、今の独立、日本には独立した思考という点で安倍氏に匹敵する人物はいないと。非常に高く評価しているわけですね。これもちょっとこう、過大評価というか、えー、まあ、あの、つまり安倍首相がアメリカから独り立ちするということに対して、 幻想ともいえるような期待を抱いている人がいるということですね。したがって、日本側にはですね、ロシアと中国の間にくさびを打ち込めるという幻想があったと。一方のロシアもですね、アメリカと日本の間に、まあ、くさびというか、日本がより自立できるという双方の幻想があったがために、まあ、プーチン大統領も安倍氏を厚遇して、まあ、解決できない問題はないというようなことを言う。 それに安倍首相は前向きの希望を感じると、そういうような大きなお互いへの幻想というか、美しき誤解というものが背景にあったのではないかというふうに思われるわけです。で、ここから先、もうちょっと過去に遡のると、先ほど来、ちらちら申し上げてますけれども、ロシアの姿勢というのも主張というのも、決して一貫していたわけではないということですね。 でロシアはあの例えば日米安保条約、あるいは1956年共同宣言の解釈、あるいは平和条約の位置づけ、そういうものを急に強硬になったのか、2016年以降、そうではないということです。で、えー、整理して、これまで主要な3つの合意をまとめてみると、繰り返している1956年宣言、平和条約締結後にハブマイシ古タ2二を日本に引き渡すと。 そして、4党返還を求めた日本が交渉の結果、細川守宏首相とエリツン大統領が署名した1993年の東京宣言、これには東、えー、ルフクナシリシコタン・ハブマイの名前が明記されてまして、その貴族に関する問題を解決することにより平和条約を締結することで合意。これはあの事実上、ロシアはすでに交互にしている。 でえー、森プーチン大統領が2001年に採択したあイルクーツク声明、えー、森首相退陣直前のお成果ですけれども、えー、これはこの2つの、つまり2党が書かれている共同宣言と4党が書かれている東京宣言の関係を整理して、日ソ共同宣言を交渉プロセスの出発点とし、東京宣言に基づいて平和条約を締結する、えー、という合意で、えー えー、ありますこの3つが、まあ、あ主要な合意だったと言っていいと思うんですがところがあロシア側は2004年から2005年に立場を大転換するわけです、えー 2004, えー、2004年12月23日に2党を引き渡すとしてもどこの国の主権が適用されるのか分かれていないこれはかなりの爆弾発言で、えー、通常の条約の条文解釈としては、えー、突飛なものですけども この時思いつきで行ったのかと思いきやその後繰り返し繰り返し2018年19年に至るまで述べているというのはこれまでご紹介したとおりです。でガルージン当時講師その後大使をして今はあの外務省の外務次官されてますけども彼がロシア外務省の発行する「国際生活」という雑誌に論文を2005年に発表していまして第二次世界大戦の結果として ソ連にクリル諸島が引き渡されたことを忘れてはいけないという論文を発表します。これはかなりあの4島が交渉の対象であるという東京宣言を否定するようなあ、まあ、中身だったわけですけれども、第2体制の結果論というのはここでかなり表面に出てくるわけですね。当時、この論文を発表したことに対して日本外務省は正式にロシアに抗議をしています。今はあの こういう発言に対して抗議していたら毎日抗議しなきゃいけなくなってしまうので一時抗議をできるような状況ではないんですがそれほど当時はかなり思い切った対日強硬姿勢を示した論文として注目されて国会議論でもこれは取り上げられましたでいよいよ2005年9月27日になって4党についてロシアの主権下にあるとで国際法によってこのことは確定しており第二次世界大戦の結果であると。 このはとこをプリチン大統領は表の場で申します。でこれを受けて、一体どういうことなんだというふうに私が取材して、まあ、ロシア外務省の幹部ですけれども、要するに平和条約で4党の主権がロシアにあるということを確定させるんだと。で、その後、56年宣言にあるように、2党の引き渡し条件について交渉を始める。平和条約というのは4党がロシアにあることを確定する。それが領土問題の確定だと。解決だと。 しかし、56年宣言があるので、平和条約を締結後に、アボマイなクタンについては、引き渡す交渉を始めると。これは今に至るまで、えー、プーチン大統領が、えー、繰り返し述べている、16年にも言っている、18年にも言っている、19年にも言っている、その姿勢というのは、この時にすでに固まっていたと、えー、いうことは言えるかと。 でえー、要はロシアの姿勢というのは、歯止めしっこたについて主権引き渡しができるかどうかは分からない、そして4党の名前を交渉対象として列挙することを拒否、まあ、これは東京宣言、えー、つまり4党の帰属の問題の協議をするという、東京宣言の否定ですけれども、まあ、2005年6月以降はそういう姿勢に転じた、したがって、その共同経済活動についての長戸会談での合意文にも4党の名前を列挙することをロシア側は拒んだとういうことですね。 して、えー、第二次世界大戦の結果を受け入れるよう要求と、で日米安保体制をなんとかしろということに、まあ、2005年以降なっていったわけです。で、えー、その中で、まあ、今後の、これがまああの今後、仮にですね、えー、戦争が何らかの形で終わって、正常な平和条約交渉というものが再開されるようなことになったとしても、おそらくこの前提条件は変わることはないんだろう。 ということですねしかもその過程で、えーま、従来の4党の非属要求から一方的に2党要求ということに安倍首相が、えー、転じてしまったということを受けていずれ始まる再開されるかもしれない平和条約交渉というのはそこが出発点になってしまったと、えー、ちなみに一番下に書いてありますけども、えー、エリツィン政権時代には日米安保条約について当時のロジオの国交渉というのは 歓迎しているということを言っていますこれはあの地域の安定のための重要な役割を果たしていると中国とは全く違う姿勢でしたしたがってそういう意味でもロシアの姿勢というのは根本的に変わってきているということですで、まああの2004年から2005年にかけて何で変わったのかということですがいろいろありますが NATO の拡大もありましたしプーチン大統領が再選したということも大きいかと思います そしてウクライナのオレンジ革命があったと、えー。で有名なプーチン大統領の心霊戦術というのは2007年にあったで。プーチン大統領、非常に大きな変化がプーチン2.0というのは、えー、2012年にです、ね、大統領に復帰した後にあったということが言われてますけれども、えー、実は一期目と二期目にも少なくともこういう対日関係については大きな転換があったと。 とういうことは言えるんだろうと思います。ということで、プーチン大統領、非常にいろいろ変わってきたんですけれども、大統領任期2期目になる、3期目になる、その都度それなりにこう大きな変化があったと。しかもそれは少なくとも我々にとって望ましい方の変化ではなかったということかと思います。でまあえー そういうことを、まあ、いろいろこう過去の合意を踏みにじってです、ね、ロシア側が主張する論拠があるわけですけれどもそこは、まあえー、詳しくは時間のもすでに超過しつつありますので触れませんが、えー、ラブロフ外相が一番こうこうロシア側の立場の正当性を強調するときに引用するのは、えー、旧敵国条項として知られる国連憲章の第107条。 まあ、いわゆる旧敵国、日本やドイツやイタリアである第二次世界大戦に責任を持つ国々に対して連合国側が取った措置というものは、えー、それ、いかなるものであっても無効にはしないということで、ラブロフ外相は、戦勝した連合国の行ったことはすべて申請であれ、揺るがせにできないと、えー、彼らを、つまり日本を国連憲章に引き戻せば何も反論できないということを。 言っていますこれが錦、まあの御旗のようになって、えー、第二次世界大戦の結果論というものの一番の理,理論武装の根幹になっているというのが、えー、ロシアの主張であります。で、えー、まあ,あの他にノルウェーとか中国では50/50 50でしたけどもエストニアでは0対100であったとか、まあ、あるわけですけども。 根本的な問題としてです、ね、今後、仮に島が入ってきて、それが返ってきて、平和条約を結べたとして、それが日本の平和と安全保障にプラスにならなければ意味がないわけですね。そこで、えー、想起されるのが、やっぱりこのクリミアで起きたこと、あるいはウクライナ東部で起きたこと、そして今、ウクライナで起きていることですね。つまり、ウクライナとロシアの間っていうのは、何回も国境を確定したわけです。クリミアはもちろん、うん、ウクライナ領。 でウクライナとロシアの国境というのは、えー、ソ連時代に控えた国境であるとでクリミアの半島の東部の小さな島々についてもこれはウクライナ側であるということでプーチン大統領自ら認めているにもかかわらず今のようなことが起きているということを我々は重く受け止めなくてはいけない仮に例えばハブマイでもしこたんでも帰ってきたとすればそこは日本人よりロシア人の人が多く住んでいる領土を日本の中に 抱えるることとになるとそれが本当に日本の安全保障のためになるのか、それはロシアという国の振る舞いを見て考えなきゃいけないと。で例えば、そこに、えー、ロシア系住民がですね、えー、我々の権利が守られていないといって、えー、デモを始めるとかですねで、えー、行政機関を占拠してロシアの旗を上げるとかですねで、どこからか正体不明の武装勢力がやってきて、日本の警官をお排除するようなことをやると。 あるいは、えー、選挙を強行する、あるいは世論調査をやるで、日本政府に対して自分たちの正当性を求めるで、果ては南クリル人民共和国の設立、独立を宣言して、ロシアへの帰属外を要求するというような将来が、仮に一旦平和条約が結ばれて島が日本に返還されたとしても、そういうシナリオが起きないとも限らないわけですね。 そういうロシアが今やっている振る舞いであると、そういうことも踏まえた、そしてさらに、えー、安倍さんが言ったように、そこに日米安保は適用されませんみたいなことを言ってしまった場合に、じゃあ、アメリカがあの助けてくれるのかというようなことも本質的な問題として今、突きつけられているということであります。えー、ということで、えー、とりあえず私のお話は以上とさせていただきたいと思いますありがとうございます。 はいえー、小牧さん、ありがとうございました。えー、それではですね、あのー、ではここで5分間あの休憩を挟みまして、えーでえー、残りの時間を質疑応答ということに、えー、したいと思います。であのご質問ある方いらっしゃると思いますので、えー、オンラインの方はですね、えー、ズームの Q&A のおーコーナーに、えー、質問を書き込んでいただければ、 あの拝見するようにいたしますただ時間の関係で全てあて取り上げられるか分かりませんのでその点ご了承くださいでは、えー、40分に再開することにしたいと思いますはい承知しましたは,くださいはい、えー、それではあ40分になりましたので再開させていただきますえー オンラインと会場でいろいろご質問いただいておりまして、あのすみません、時間の都合で全てには答えられないのとあの、いくつかのご質問をまとめさせていただく場合もありますので、ご了承ください。で、最初にですね、あの鈴木宗男議員があの報道されまして、まあ、それについての、まあ、影響とか効果とか、あどのようにあのそれを評価するかというご質問がかなり多かったんですけれども、えー 小牧さんいかかがでしょう基本的にこうウクライナで今、行っていることに対して影響を与えるということは、まあ、まずできないんだろうなと思います、えー。個人的なことを言うと、私、政治部におりまして、えー、1997年に政治部に行きまして、えー、鈴木宗男、当時、北海道沖縄開発庁長官初入閣の担当してですね、えー、朝晩、彼の宿舎に行って、 そういう中で突然、佐藤勝さんを伴って現れて、我々にこに記者に対して、エリツィン政権の権力構造について、極めて早口で相関図を書きながら解説をしていただくというような機会があって、非常に強い印象を受けたし、当時の,そのエリツィン大統領に対する橋本首相のアプローチ、例えば、川名会談でのですね国境確定論といったようなもの、 多く、その,その佐藤勝さんのアイディアによるところは多かったですし、その分析力、あるいは情報収集能力というのはまあ大変感服というか、もう、えー、非常に驚愕したことを今でも覚えておりますが、しかしながら、あの今のウクライナ侵攻に対するロシアの論理は、えー、理解することは必要だけども、その、 論に対してこう共感を示すようなことであったりとかですね、そういうことについては問題が大きいと正直言って思っていますし、それが今の戦争を改善させる方向に行くとは思っていません。ただ一方でそのロシアと日本がですね、完全に対話のチャンネルを閉ざしてしまうということはできないし、やるべきではないと思います。いずれあのまあ、いずれというか今の今でもその日本人はいっぱい住んでいるし。 いろんな経済的な関係もある、それをこうハンドリングしていかなきゃいけない、そのためにはお互い信頼できるチャンネルというのは必要だと、それは漁業用についてもそうですし、そういう努力をすべて否定するものではありませんけれども、先ほど申し上げたように、ロシアの論理を正しいと理解を示す、あるいはそれを代弁するということは問題が大きいのかなというふうに思っています。 はい、分かりました、えー、こういう端的なあのご質問をいただいてます、えー、ロシアがウクライナで負けたら、北方領土問題の解決にもプラスになりますかというご質問なんですけれどいかがでしょうか難しいですね、まああのー、つまりエリツィン政権じゃない、プーチン政権というのは、やはりかなりこうプーチン大統領の独裁なわけですよね。 あのー、これは20年かけてそういう体制を作ってきたわけですけれども、お,おそらく20年前のプーチン大統領が今のロシアを見たら悪夢だと言って、えー、嫌をするんではないかと僕は思うんですけれども、えー、ところがそれを止められない、誰も止められない、3、まあ、権分立というような形だけで、す、え、べ、ー、ての上にプーチン大統領が君臨するという体制を作ってしまったわけですね。で負けた場合、プーチン大統領は後退すると。 あるいは交代しないと終わらないというような戦争だろうと思うんですけれども、その場合にじゃあ、どういう,う外交関係を考える人がなるのか、短期的にはおそらくうちの路線を引き継ぐ人が出てくる、あるいはもっと強硬な人が出てくる可能性が大きいし、そういう意味では悲観的にならず、日本,日本との関係でも悲観的にならざるを得ないんですけれども、お負けたと言えるような場合は、えー、それに対するそのお後始末、 それを考えると、えー、つまり冷戦後、非常にそのいろんな国との今では考えられないような東西、ドイツの、まあ、再統合というものを認めたりとか、それこそ NATO に一時は入ろうかというような発言が出てきたりとか、そういうような大きな大転換というのはあのロシアが負けた場合には可能性として出てくることはあり得る、その中で北方領土問題が動く可能性はあるんだろうと思います。はい でプーチン政権なんですけれども、あの来年3月に一応予定でいけば大統領選挙があるはずなんですけれども、あのそれに関連してこんなご質問なんですけど、えー、プーチン大統領はまだあの再選出馬宣言をしていません。えー、前回や前々回の時は、もっと早い時期に出馬宣言をしていたと思うのですが、今回は遅いように感じます。 それについてどうご覧になっていますかというご質問なんですけどはいありがとうございます遅かれ早かれすると思うんですねで私の記憶が間違ってなければ2012年に大統領に復帰を、まあ、これは4年間のランクを空けてということだったのでちょっと早かったと前の年の多分9月ぐらいにしたんじゃなかったかなと記憶してるんですが前回2018年の再選の時には前の年の12月だった たよに記憶してるんですけれども、でということで、あのー、それほどまだ遅いというかあ感じは受けていませんでした。年内までのしかるべき時期にあるんじゃないかなというのが今の、えー、受けている感触です。わかりました。えー、でこういうご意見というかご質問があのありました。ぜ、え、ひ、ー、は別として、えー、プーチンと安倍さんの関係を見ていると。 人人のののあるるととと実質的になない人との違いい違が出ているなと感じます、えー、安倍さんはあ長期政権だったとはいえ任期、えー、ゆえの焦りみたいなものがあったのではないでしょうかあ関連して日本はあ外相があまりにも変わりすぎ頻繁に変わりすぎではないでしょうかと。 こういうご意見がありましたけど、いかがでしょうか、はいあのーまあ、でも安倍総理は、そう言っても史上最高の最長の任期を、えー、持っていたわけで、えー、ただ、自分の手でということを先ほど来紹介しているように、えー、プーチンと自分の手で、えー、成し遂げたい、あるいはそのお最初にそのブレイクスルーのおー舞台として、えー、長門という自分の出身地を、えー、想定して。 そこに、えー、歴史に,、えー、に長津という地名をあの刻もうとすると、えー、そういう姿勢が罠なに、えー、はまりやすいということは確かにそうだと思います。えー、自分のおやってるうちにみたいなあのいかに長い任期があろうと、そういう思いにとらわれると、どうしても、おでしかもこの交渉はです、ね、現に島をロシアが持っていて、日本の方がそもそも立場が弱いわけですね。えー で戦争をして取りに行くわけじゃないわけですから、お願いしてなんとかこう返してもらわなきゃいけないという根本的な問題があるわけで、そういう中において、えー、焦りすぎるということは一つもいいことはないですで。外相の変わり過ぎというのは全くおっしゃる通りで、えー、今、G7 の議長国にもかかわらずです、ね、その議長国で,です、ね、あの外相を変えると、しょっちゅう G7 外相声明とかやってるわけですよね。今議長国だからその取りまとめをやるわけけですけれども でしかも、例えば林外相がウクライナに行ってゼレンスキー大統領と会って、で議長で頑張ってます、で支援、で今後は復興に取り組みますと言って、その直後に変えると、これはちょっと非常識で、えー、全く賛同できないということです、はいえー、であの安倍さんがです、ねあのまあ、亡くなってしまったわけなんですけど、 えー、ご存命だったらどうだったのかという質問をあのいくつか頂い,いています。えー、例えば、えー、もしかしたら日露関係改善に向けて水面下で動いていたのではないかと,との憶測もありますと、これはあの、鈴木宗男さんがですねあの安,倍さん安倍政権だったら絶対あの2022年の進行を受けても、えー、対ロシア、 制裁はあのしなかったはずだと、まあ、あの鈴木宗男さんは力説しているわけなんですけれども、えーまあ、安倍政権だったらということと、まあ、安倍さんがあのご存命だったらという、まあ、2つのことがあると思うんですけど、えー、そういうイフに関してはどうでなかな、ね、か難しいですよね、あのーまあ。さすがに制裁なしつまり まあ、あの2014年にも安倍政権は制裁をしているわけですね、形だけという批判はあるにせよ、ですねでその2014年のことと今やっていることってやっぱりこうレベルが違うと、まあ、ウクライナから見たら一緒だと言われるかもしれませんけれども、やはりこれだけの人命の損失を出して、ですね、まあ、あのお領土をかしです、ね、です子どもを拉致し、えー、原発に立てこもりと。 えー、いう、まあ、国際法違反戦、戦争犯罪のオンパレードのようなことをしている中で、えー、やはり安倍首相は、もちろんそうは言ってもどころか、アメリカの関係はものすごくこう意識してるわけですよね、それは日本において、対、えー、米関係を維持できない首相というのは短命であると、えー、例,外例外というか、長かったのは中曽根さんであり、小泉さんであり。 安倍さんであり、いずれも対米関係を非常に重視していたという理由、それからさっき言ったような、もっと根本的な国際法違反に対する姿勢という意味からも制裁しなかったということは、多分ありえないんじゃないかと思います。ただで、まあ、実際にこうプーチン大統領 何らかの働きかけができたかというと、これは安倍総理の問題というよりは、プーチン大統領がそういうものを受け入れるかということで、今現在、えー、例えばあのプーチン大統領と関係が良かったあの首脳 OB というのはいっぱいいるわけですよね、シュレーダーであるとか、えーまあ、あの死に合いましたけど、ベルルスコインだとか、まあえー、いるわけですけれども、しかし、えー、彼らに耳を貸そうとはしないわけですよね。 このウクライナ問題について言えば、したがって、えーまあ、そういう,うチャンネルは今のところ、プーチン大統領の方が閉ざしているように見えるということです、はいえーとまあ、関連するあのご質問で、ちょっとててて厳しいご意見なんですけど、えー、なぜ安倍元総理はそこまで外交,外交音痴だったのでしょうかと、あのまあ、言い換えると、これ、対ロ関係だけ。 あ、そういうちょっとチクハグな部分があったという理解でしょうか、小牧さんは。えっとね、そこは難しいところでいろいろ小説あると思うんですけども、僕は対ロ外交だけとは思えない部分があるわけですよ、ね。ただあの例えばトランプさんとの個人的な関係を、えー、作ったと、えー、仲が良かった端的に言うとですね、それがまあ、えー、いろいろこうまあ、外務省にとってはやりやすい。 いい環境になったということは言えるんだろうと思いますね。で、えー、あと、まあ、なんていうのかな、あの外交が非常に、まああえー、得意と本人は否認されて、特にそういう意味では、いろんな首脳との個人的な関係とか、えー、そういうものを、まあ、作るのがうまかったということは言えると思うんですね。でそれを そういうものをアセットとして、えー外外、外務省やら、その他の省庁、経済省庁も含めて、えー、いろんなことを進めやすかったということは言えるんだろうと思うんですけれども、対ロ外交関係について言うと、あまりにそうなんていうのかな、えー、無防備すぎたというか、その無防備が致命的な結果につながりやすい相手だったと。 いいうこととかなと思います、あのー、特にその対路外交でいうとやっぱりその経産省系と外務省系のあまりにこう根深い食い違い対立とこういうものがあったので悪い方向にそういうその個人の信頼関係で、えー、突破あいろんなあの政策を遂行するためのこうお膳立てを首相がしてくれるというところでは完全に裏目に出たのが対路外交だったかなと思います。 はい、わかりましした。た、えー。日露のの関関係でですすねあの、双方の大使に関するご質問がありました、えー、まずですね、えー、ガルージン大使が記任されて以降ロシアが後任の駐日大使代理ではなくを置かないのはやはり現在の両国の残念な関係を踏まえてのことロシアの日本に対するスタンスを象徴するものなのでしょうかという、えーまあ、ロシア側の大使 ついてのご質問とですね、えー、逆に、えー、中中ロシア大使が阿広嗣氏からあ武藤氏に交代になりますが、えー、それによって何か現状から対ロ外交の姿勢に変化は起こりうるでしょうか。ご見解をお聞かせくださいという質問がありました。はい、ありがとうございます。前者についてはまあロシアの事情なんでわからないですけども、まあ無関係ではないと思いますね。えー、これまでにこれほど。お 感覚が悪ということはあまりいなかったと思いますし、えー、今、オベチコという皇室が、えー、臨時代理大使を長々とやっていて、公認についてはいろいろ取り沙汰されてますけれども、一向にこう、えー、発令されないと、えー、いうことですから、まあ、ある種のおロシア側の、えー、日本に対する、まあ、不快感の表明と。 お大使召喚というと角が立ちますけども、うんまあ、それに近いようなことになってあるわけですよね、えー、実態としては、えー。ということで、えー、その両国関係の悪化の一つの表れとか受け止めるのが自然だと思います。後者については、まああの、光月大使、非常になんか8年ぐらいやったのかな、えー、やられて、えーまあ、武藤さんもあの非常にロシアスクールで若い時から、えー、の専門家、あ で何もう、あのなんていうかそういう意味での心配はないんですけれども、あまりにそのバックグラウンドが悪いので,です、ね、その中で大使個人にどういうことができるかというと、あのなかなかその余地は小さいんじゃないかなと思います。はいえー、かなり専門的というかあの、踏み込んだご質問も来ていましてですね。えー ロシアの安全保障会議はどんな性格の組織で北方領土交渉ではどんな役はどんな役割を果たしたのでしょうかまたウクライナ戦争で安全保障会議はどんな役割を果たしていますかというご質問ですはいありがとうございます安全保障会議はあの非常に極めて重要なあ,、えー、あの協議体だと思うんですけれどもしかしながらあの ウクライナ侵略みたいな話について言えば、その中で、えー、情報共有はもちろんされていなかったと、おそらく軍部、それからあと FSB、それから SBR と、まあ、SBR のなる意識には何か、えー、恥をかきましたけども、安全保障会議の場でですね、えー、ただ安全保障会議というの、まあ、あがかなりのこう、えー、そこで 図らずに重大なことをやるということはないというか、例えば例えばあのプーチン大統領の後継をプーチン大統領を決めるとすれば、一回は安全保障会議のメンバーにして経験を積ませるんじゃないかとかですね、えー、そういう意味での権威というか重要性っていうのは、えー、あるんだろうと思います。しかし、あの本当のところの戦争開始みたいな話というのはもっと限られた。 えー、ところで、えー、決めて、えー、安全保障会議の主なメンバーですら、萱、えー、の外に置かれていたんだろうと思います。えー、とあと何でしたっけ、なんか。えっと、いやあの、大体お答え、ういうね、ありがとうございます。はいはい、えー、っと、別のご質問で、えー、っと、まあ、あの、東方経済フォーラムの,あのバナードでですね、あの、安倍首相が、まあ、 あのウラジーミル一緒に駆け抜けようみたいなあのことを言いましたけどそ,、まあ、それに関する、えー、ご質問で、えー、他国の首脳をファーストネームで呼ぶことで、えー、親密さをアピールするのも日本の政治家の醜悪な趣味だと思いますがあ本来ロシア語ロシア文化ではあそのような習慣がないにもかかわらず、えー、安倍元首相にそれをやらせたあのは あの悪手だったとと思いますと、えー、ロシア側にはこのウラジーミル予備に対する反応はどう,だどうだったのでしょうかというご質問があるんですけど、いかがですか、はいえー、っとただこれ、日本に限らないんですね、あの確かにロン・ヤスに始まって、ですね中曽根康弘と、えー、ロナルド・レーガンのロン・ヤスというのが非常にこうこう典型的で、それ以降そういうの流行った気はするんですけども。 えー、ウラジーミル呼びというのは、えー、確かドイツだったかな、誰かの首脳がやっているのを私は見たことがありまして、一応、あの外交当局で話をするわけですね、ここからあの2人は一応、ファーストネームで呼び合うということで、えー、約束をすると、えー、いうことだと思います。もちろん、あのウラジーミルなのでワロージャと呼ぶのが正しいというのはその通りなんですけれども、まあ、一応、外交的なプロトコルの一つとして、ファーストネームで呼び合うと。 それによって個人的な信頼関係を演出するのが双方の利益であるという一定の共通の認識のもとにそういう約束があるんだろうと思います。ただ一方であのあのロシア語を存じの方はよく分かると思うんですけどブ V と t ゥイという言葉があって、まあ、ファーストネームで呼ぶ関係はあなたというのを t ゥイと呼ぶということで,で安倍さんがです、ね、プーチン大統領にそのウラジーミルというのを通訳が t ゥイ で訳せたことがあってその時なんか、ロシアの記者がすげえ聞いたって、ですねあれは失礼じゃないのかと、私に詰め寄って、なんであのお前のところの通訳はといって言ってんだ、安倍さん本当は何て言ってんだみたいに、えー、そういうふうに詰め寄られたことがありまして、そのぐらいセンシブな問題であることは確かで、非常に慎重さが必要とされる話ではあろうかと思いいますはい、ありがとうございます。えー であのまだまだご質問いっぱいいただいているんですけどあの時間の都合であと1つにさせていただきたいと思います。えー、最後はです、ね、日露というよりもちょっとグローバルな問題なのですがあのご質問は、えー、イスラエルでの戦争勃発により今のロシア・ウクライナ戦争にはどのような影響があると思われますかというご質問をいただきました。はい、ありがととうございますこここは非常に心配されるところで えー、やはりその報道ぶりを見ても、ですねウクライナ問題への関心が非常に後継にしぞてしまっていると、特に欧米メディア、が在一色みたいな状況になっている、でそういう中で、えー、ウクライナへの支援が細るのではないか、えー、そういう問題が一つ、もう一つ、そのロシアが利用しようとしているのは、やっぱりアメリカのダブルスタンダードですね。 これはあのプーチンだけでなく、多くの、まあ、グローバル・サウスと言われるような途上国に共通した感情ですけれども、アメリカは、じゃあ、中東でこれまで何をやってきたのか、アフガニスタンで何をやってきたのか、イラクで何をやってきたのかと、それと同じようにウクライナを捉えて、要はその国益のためにやっているとで、ロシアを弱らせるための道具として、ウクライナを利用しているという。 まあそういうふうに見せようとプーチン大統領は一生懸命しているわけですね。えー、で、そういう主張に力を与えてしまうと、えー、いうこともあるので、あのー、非常にその、であとまあちょっと若干、軽率にゼレンスキー大統領が早々にイスラエルへの全面的なこう共感というか、支持というか、そういうものを口にしてしまった、まあ、これはあ後で若干軌道修正していますけれども。えー、ということで、えー ロシアとしては今起きていることを最大限、えー、自分たちに有利に、えー、でアメリカの評判を貶めるために利用しようとしているでそのことは、えー、それなりに説得力を持つてんじゃないかということを心配しています。はい、ありがとうございます。えー、日ロー関係からまああのロシアの内政それからグローバル政治にまで、えー、ご解説いただきましてありがとうございました。えー、というわけでですねあの今回の おー公開講座の中でも、まあ、一番、あのー、肝になる、この安倍・プーチン交渉の、まあ、遺産ですね、おそらくこの日露の外交交渉というのは、まあ、誰がやっても難しいし、えーまあ、誰がやっても、もしかしたら解決しないのかもしれないと、でそれにまあ,ある意味で果敢に調節あの挑戦したのが、まあ、安倍さんだったことは間違いないと。 思うんですけれども、まあ結果として非常にですね、あの重い、えー、レガシーが残ってしまったということだと思います。えー、その問題の重さというものが、あの今日の、えー、ご講演の中で非常によく伝わったと思います。えー、というわけで、えー、第5回の講義は以上となります。えー、小牧さん、あ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 それでは、失礼ししまます。はははい、いい、ありがとうございました。はい、ではあの本日の講義は以上となりますので、えー、会場の皆さん、それからオンラインで参加の皆様ですね、あのオンラインの方は、えー、Zoom のーメール、メールボックスじゃないな、あチャットボックスの方から、Q&A に答えられるようになっておりますので、えー、ぜひご協力ください。えー、では、本日は以上となります。ありがとうございました。